入る。うわダイレクト、クロスバーの少し上、シュートコースは悪くなかったんですけどね、ちょっと枠に行きませんでしたね。ドミンゲス、いいですね、ダイレクト、ボレーシュートを放ってきました。うまくミートして威力のあるシュートだったんですけどもね、惜しかったですね。直接狙うにはまだ距離があります。あー、いいボールです。ヘッド、ポストの左です。まあ、このシュート枠は捉えてないんですけども、非常に精度の高いシュートでしたね。テナ、さあ左へ、効果的ですけどもね、今はちょっと合いませんでしたよね。ここで切り込んでいきます。ウィルソン、速いパス回し、ゴール決まった。素晴らしいゴールですね。素晴らしい右足先制。あの位置から振り抜き、見事ゴールです。いや、これは気持ちのいいパスが決まりましたね。かなり距離はあったと思うんですけども、強烈なシュート、見事に打ち抜きましたね。ボールを奪います。さあ、上げられるか。ちょっと上げてもこう手間にはしないですね。素晴らしいシュートなんですが、キーパーの土正面、リードありましたけどコースがちょっと甘かったですね。これは誰を狙うのか。どうだ、ですね、さあ打つか、ヘッド、このヘッド報われませんでした。ボール繋がりません。後ろへな、アヤトはまずは振り出しに戻したいところです。レフリーの答えはイエローカード。これはいけません。スパイクを見せた後ろからのタックル。いやー、いいボール出ました。しっかりと抑えました。ノスタ、右サイドへ振って、これファール、カードをもらうかもしれません。イエローカードです。危ない危ないプレーが連続しています。ちょっと危険、この位置危険です。追加点のチャンスです。クリアします。チッパ、ドリブルで上がっていきます。テルナウド、スペースを狙います。ダイレクト、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。ロングボールでうまくラインの裏を狙ってきましたね。
なかなかあの距離を通すのは難しいと思うんですけど、よく見えてましたね。セリニャルカは2本目のコーナーキック、上げる、シュート、このシュート決まる。オフサイドです。オープンなゾーンだ、つながります。笛です。フリーキックのチャンスになります。ちょっと今の行き方は危険ですね。ゴール前でのポジション取り大事になってきますよね。中央へ入っていきます。そのまま打つ、ゴール決まった。選手が喜びを表してはいるんですが、ゴールは夢に終わりました。いや残念ですけど、狙いは悪くないと思いますよ。サイドラインを割ったところで長い笛、セリニャルカ1対0で勝利、踏ん張りました。8号位、ここで倒される。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。いきなりのイエローカードです。しかし止めないと1対1になってましたし、仕方がなかったんでしょうね。どう出ますかね、このセットプレー。どうだ、さあ前を向く、なんということでしょうか。PK か、これはペナルティーエリア外という判定。絶好の位置からのフリーキックに変わります。ゴール前のポジション取りも大事になってきますよね。ラブラゴイ、ノグトゥラ、前に繋いでいきます。シュート、素晴らしい反応、ここはキーパーが防ぎます。そして簡単なボールではなかったと思いますけども、よく止めましたよね。高さありますからね、そこ狙ってくるでしょうね。どうだ、ヘッド、最後ヘッド合いません。まあディフェンダーに寄せられてましたけども、シュートまで行きましたよね。けど悪い選択ではなかったですよね。8号位、シュート、枠には行きませんでした。ディフェンダーが揃った状態でしたからね、もうちょっと早くサポートしていかないと崩していくのは難しいと思いますね。前を向いて受けます。左駆け上がる、つながっていく、サウテルゾ、シュート、ここでも横飛び余儀なくされます。いや今日のキーパー頼もしいですね。ヨルチャニクは3本目のコーナーキック、上げる、決死のクリア、下げますね、絶好のパス、
ろうじてクリアです。古田さん上がるシュート、素晴らしい、なんてアートな。後半に入って試合が動きました。ダイレクトボレーシュートを狙っていたんでしょうか。素晴らしい攻撃でした。ワンタッチのボレーシュートでしたけども、しっかり抑えの効いたいいシュートでしたね。素早いクロス、どうだどうだ、シュート、ダイレクトでのシュートでした。今のダイレクトボレーは芯を捉えるのが難しかったと思うんですけどね、しっかりミートしたいいボレーシュートだったと思いますね。もう1点取ってしまえば楽になりますからね、この攻めの姿勢はいいと思いますね。渡ります。これをインターセプト、ファウルでしょうか。ああ、これは注意だけですね。ロングフィード、マチゴイ、ここはカットされる。ノグトゥラ、ベルセルギー一旦戻して、キーパー素晴らしい反応を見せました。今のキーパーの判断は素晴らしいですね。ベルドナ、ここからどう組み立てるのか。オルムセン、前を向くことができるか。中央へ入っていきます。どうだ、ここで終了を告げる長い笛。1対0、ヨアフナウルト1対0で勝利、踏ん張りました。渡ります、つながります。これはファールでしょう。いきなりのイエローカードです。しかし止めないと1対1になってましたし、仕方がなかったんでしょうね。今のファール、もう一度ご覧ください。明らかに危険なプレーです。さあ誰に合わせてきますかね。どうだ、決まった、ゴール、先制。クロスからのヘッド、決まりました。こういったヘディングシュート、焦らずに落ち着いて決めてくるあたり素晴らしいですよね。後ろからチェックを受けていますが、ドリブルでいきます。さあ上げてくるか、シュート、守備陣のほんの少しの隙にしっかりつけ込んできます。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。やっぱり高い位置で奪えばこういったチャンスは生まれてきます。渡ります、ボールが上がってくる。カストージャとしては先ほどからいい攻撃は見せてるんですけどもね、なかなかシュートには結びついてないですよね。曲げる、かろうじてクリアします。一旦流れを切ります。ドルテ、どうだ、キーパー直接処理しました。クロスの精度を少し意識することで中の選手と合ってくると思うんですよね。いいか、サイドのスペースを使います。ヘッド、
ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。エリア内に枚数揃っていたので絶好のチャンスでしたけどね、惜しい攻撃でしたね。どこを狙ってくるのか。どうだ、このロングシュート。おー、また行きますね。積極果敢に打っていきます。もう気を切りましたね、距離ありましたけども。スタートしています。ノルトフカが勢いを持続できるのか。ボールを上げる、ボレー、ゴール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 クロスからのボレー、決めてきました。クロスの質、それから合わせる選手のタイミング、決定力、すべて揃わないと生まれないゴールですよね。ないんですね。早いタイミングで上げてくる、決まった。しかしこれはオンゴールです。いや、ちょっと当たってしまったという感じですよね。いや、もうここのポジションでしたらね、触らなければいけないような状況でしたからね。ここで切り込んでいきます。ボールは渡る、このシュートは左へとそれていきました。ファーストタッチのプリーチがいいですよね。イメージ通りのシュートでしょうね。もう1点狙ってきてますよね。チャンスですよ。ボール繋がります。打ってる、シュート、落ちたところ、ポストに当たる。追加点には至りません。入りませんでしたけど、この時間帯を考えればね、中途半端なプレーよりシュートで割る方が効果的ですからね。上げてくる、ヘッド、ヘディングでした。まあ、ディフェンダーがしっかり寄せてましたからね、狙い通りのシュートというのはなかなか難しいですよね。ドルテ入っていく、素早いクロス、どうだ、ダイビングヘッド、またまたビッグチャンス。この時間帯リズムがいいですよね。あってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。その前にもあったビッグチャンス、サポーターため息が聞こえます。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。モロフチュ、さあ駆け上がります。ファールでしょうか、イエローカードです。前線へ、カウンターを仕掛けます。
ドリブルでキープしながら押し上げますか、自分で行くかですね。どうする、ここで笛です。ノルトフカ1点差を守りきり勝利しました。さあ北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。